出たトコプリンセスは奥田人しによる漫画作品。小説雑誌である富士見書房、月刊ドラゴンマガジンにいて1992年10月号から1998年11月号まで連載されたスラップスティックによるギャグコメディを主軸としたハイファンタジー漫画。魔法の国、ソーサランドの王女、ラピスを中心に繰り広げられるドタバタ騒動を 主内容とした物語である。そのため基本的にはギャグ漫画だが時折シリアスな展開や人情味あふれる物語を展開することもあった。連載時には話数やサブタイトルの表記はなく単行本化にあたって追加されている。サブタイトルには該当話の登場人物が放った言葉が用いられている。ギャグ手法の一つとして登場人物がナレーションに絡む。 藤見書房の他作品や過去の名作をギャグのネタにするなど頻繁にメタフィクションが活用されたことが特徴に挙げられる。単行本は当初、藤見書房の藤見ファンタジアコミックスから発刊されていたが連載途中より藤見書房の親会社となった角川書店のドラゴンコミックスにレーベル移籍した。 角川書店のメディアミックス展開により、ラジオドラマとその CD 化、OVA などの作品も制作されている。魔法の国、ソーサランド。そこに生まれ育った者は、15歳の成人の儀を迎えて、これを受け入れると、一つだけ自らの適性に沿った魔法を使えるようになる。だが、この国の姫君であるラピスは、王族として生まれたために、 大人になった時のためにと厳しい教育にさらされてきたことから大人になる意味を乱すことができずにいた。これを憂慮した大ヒーサファイアは自らの自覚が伴わないのに成人の儀を受けさせるわけにはいかないと自らの魔法でラピスの体の時間を戻して5歳児にしてしまう。子供に戻ったことを当初は大喜びしたラピスだったがやがて子供の体の不便さを痛感し悩むこととなる。 結果ラピスは子供ではいられないことを自覚し、私も大人になりたい。と絶叫。その言葉とともに王妃の魔法が解除され、そしてラピスは魔法消去という偉大なる力を得ることとなった。しかし、自覚を芽生えさせて儀式を受け成人となり、魔法を授かったからといって、実のところラピスのそれまでの人格が劇的に変わるわけではなかった。 好奇心旺盛な割に勉強嫌いで気分嫌で、時にトラブルメーカー。さらには、ことあるごとに、魔法消去を暴発させるという、出たとこまかせのプリンセスであるラピスの周りには、彼女のその悪の強い性格から、ルイは友を呼ぶようによしも悪しきもひっくるめ、強烈で、個性的な面々が集結していく。ラピスは時に、彼らと対立しルイは慕われながら、ドタバタ騒動の日々を駆け抜けていく。 だが、ある日、ソーサランドに投入していた預言者チャザムより、王家に、とてつもない災いが降り注ぐことが忠告される。かつて、ソーサランドを開いた国祖が封印した、大魔王、タイガアイが復活するというのだ。突如、未曾有の危機に放り込まれた、ソーサランド。ラピスの魔法消去は、他ならぬ、大魔王と対するために目覚めた力でもあった。復活した、大魔王はラピスを狙うが、 その身代わりとして、チャザムが犠牲となる。ラピスを守るために、不王や王妃、さらに家臣たちが、次々と倒れていき、あわや、捜査ランドが終わるかと思われた瞬間、ラピスを守ろうと彼女の前に背中を見せて、立ち上がったのは、他ならぬラピスに対抗あるいは敵対していた、者たちだった。彼らの活躍で、ついに苦境に立たされた、タイガーアイだったが、 それをもってしてなおもラピスの命を奪おうと最後の一撃を放つ。だが、それをさせなかったのは、ラピスの従者として、彼女から奴隷同然の被害を受けていた琥珀だった。倒れた琥珀の姿を前に、ついにラピスは、自らの命をもってしてもタイガー愛を滅する覚悟を決め、そのために捜査ランドに住まうすべての人々から魔力を分けてもらい、 自身最大級の魔法省拒絶をかけようとする。被害を受けながらもラピスを慕っていた国民たちは、一致団結して、彼女に協力。自らの関わってきた、すべての人々の支援を受けたラピスの力は、ついに大魔王を滅ぼすに至る。かくて魔王を滅ぼし世界を救ったラピス。だが、平和が戻った日々の中で彼女は相変わらずの、出たとこプリンセスだった。 そんな彼女をみんな愛し、そして慕っているのである。かくて、捜査ランドは、今日も平和なドタバタの中で日々を紡いでいくのであった。全六巻、富士見ファンタジアコミックス、ドラゴンコミックス。各巻の冒頭には描き、おろしの番外編が、カラーページで付されている。内容は、本作登場人物による、童話、名作のパロディ。 1997年から1998年にかけてバップより発売された全3巻。また、この OVA 発売に際して、当時、奥田が天地無用の情報誌に連載していた4コマ漫画、天地ごめん。G にて、ラピスが乱入する回が執筆、掲載された。ありがとうございます。